ってどんな生活をしているんだろう。みんなこんにちは、アテナくんだよ。アユってどんな生活をしているんだろう。今日はアユくんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はアユ。僕らの一生を知りたいの？僕らは秋、川が流れて下っていく方、下流で生まれる。そして泳げるようになると海を目指すんだ。海にはプランクトンとか栄養たっぷりの餌がたくさんあるからね。え、アユって川の魚じゃないかって？そうさ、川の魚さ。でも小さい頃は海で過ごすんだ。海で大きくなった僕らは春になると川の上の方を目指すんだ。どんどん川を登っていく。どん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 。そして川上、つまり川の始まりの方に着いた僕らはそこで過ごすんだ。そこには僕のごちそう、小さな藻や苔がたくさんある。でも秋になると食べ物も減ってくる。それで今度は川を下るんだ。川の下流に着いた僕らはそこで卵を産む。僕らは卵を産むと死んでしまうよ。でも生まれた子供たちも僕らと同じように生きるんだ。これが僕らアユの一生だよ。アユさん、どうもありがとう。海に出たり川を登ったり下ったり面白いね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。